ラティーノさんの無駄に開運。ズームのやつだけなんか感覚がまだ分かんない、ね、ラティーノヒーチカトゥケレポワラオラティーノマンはい、入っちゃってます。あ、でも聞こえてないですよ。聞こえてないですか？うん、大丈夫です。全然食べないのって怒られてます。全然食べないの。大丈夫、インド人だからって言っといて。うん、でも左手で食うから。左手で。不浄の手だよ。インド人だったら不浄の手じゃん。あ、これは始まってんの？始まってんの？おはようございます。おはようございます。すみません。はい。皆さん、今日も不慣れなズームで配信、はい、放送しております。はい。今日までがズームで、また来月からね、通常にスタジオから、放送することができます。はい。皆さん、はい、2ヶ月間、すみません。やっと来月がスタジオです。はい。で、今日のゲストはですね、はい、はい、西日本最大級のね、ライバー事務所のね、マネージャーっていうや中田サレさんの、はい、はい、すごい朝からおさゆで、おさゆさん、中田サレさんってなかなか普段言ってないからね、おさゆさんね、もうおさゆでいきましょう、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、TikTok の、はいですか、ライブ、ライブいつもやってらっしゃるの？TikTok ももちろん扱ってるんですけど、それ以外にも、まあ、時給が出るタイプの、まあ、パコチャってアプリとか、うん、ビゴライブってアプリとか、まあ、顔出しがしないアプリとか、まあ、リアリティってものも、はい、取り揃えて扱っております。はい、ありがとうございます、はい、それではプロフィールをご紹介させていただきます。ライブ配信名を、うん、具体的に言うとバンになる可能性から。あ、分かります、大丈夫ですよ。はい、はい、はい、うん、では、本名が中田沙織さんで、おさゆさんですね。はい、おさゆで、通称おさゆさんです。で、出身地が広島で、最終学歴が短大保育科ということで、はい、あ、はい、で、保育科で、うん、出たのに、はい、ライブ配信事務所いきなり入ったんですか？いや、それまで実は一個他の職業を挟んでまして、はい、何やってたんですか？1年間ほどネイリストをやっておりました。ちょっと待って、保育科からネイリストもな。はい、保育士は7年半やってまして。あ、7年半やってたんで一応、うん、そうです、うん、結構もう長いこと7年半やってまして、うん、そこから、うん、とある、まあ、有名な、うん、ネイリストの先生からご指導いただきながら働けるってことで、うんうん、話いただいて、うん、ネイリストを1年間ほどやりまして、そこから先々週来たゲストのみゆちゃんと同じ先生。どうですかね。なんか同じ先生のようなこと言ってませんでした？私は野藤先生っていう結構有名な、うん、あ、そうなんだ、はい、はい、うん、先生からご指導いただいて、はい、みゆちゃんもその後ね、おさやさんの配下に入られて、はい、そうですね、ちょっと来月ぐらいから本格的に頑張るってことで、はい、おっしゃってたので。来月から頑張るんだ。あ、そうか、それで今あんまりやってないのか。はい、なんか入学シーズンとかで結構うん、卒業とかそういうのって結構忙しいみたいなので、うん。あ、謝恩会とかなんかそういうやつでね。ね、うんうんうん。で、1年半ネイルやって、はい。で、まあ、なんでまた保育所からネイルに行こうと思ったんですか？そうですよね、ありがとうございます。うん、私も保育士からの時って、うん、ネイルって憧れだったんですけど、うん、やったことは全くなくて、ただ、うん、なんかネイルしてる人いいなみたいな、なんか素敵だなっていうのが憧れはあったんですけど。保育士だとさ、爪伸ばせないかな？そうそうそう、やっぱ子供さんの顔とかやっぱ傷つけてしまうそれもあったりするし、うん、爪伸ばしたかったんだ。伸ばしたかったですね。やっぱ憧れるじゃないですか、うん、女性として、うんうん、
なんですけど、やっぱちょっとまあチャラいというか、保育士がメールなんてしちゃってみたいな、まあ、園長先生とかの考えとかもいろいろあったので、まあ、全員できなくって、髪の毛とかも、まあ、そんなに派手な色とかも、まあ、できないみたいな。あ、やっぱりそういうのあんのかね。あります。あの染めちゃいけないとかあんの。あります、あります。だからみんな地味に写んだ。そうですね、まあ、なんかこう真面目に、まあ、保育のことだけ考えてくださいみたいな。お母さんが不安なのかな、こんなチャラい人が子供の面倒見てると思うと。結構なんかありましたね。結構金髪いますよ。あ、そうなんですか。はい、うん、それ外国人とかじゃなくて。じゃなくて、じゃなくて。そうじゃないとなんかもう自由にしないとどんどんやめてっちゃうって言って。あ、保育士さん大変ですもんね。そうですね、あのやっぱ園によって全然違うんですけど、うん、私は公立の保育園だったので、うん、余計多分ちょっと厳しくて、お母さんのクレームも結構あるし。あ、そうですね、まあ聞きますよね、よくされてる。なんか今まで受けたクレームで一番きつかったのあります？どうですかね、やっぱり、まあ、一番厳しかったのはやっぱ怪我とかですかね。怪我、怪我が、あ、ジャングルジムから落ちて。でもさ、それしょうがないじゃ、しょうがないよね。そうですね、うちもしょっちゅう落ちてるもん。昨日なんか顔面から落ちてたから、あいつな。え、鼻大丈夫だったんですか。なんか大丈夫だった、タタタタみたいな感じだった。なんかちょっと上から飛び降りると思わなかったね。クッションがちょっと遠くだったから、手前に持っていこうとしたら、そのタイミングで飛んできたからずれて、クッションのないところに顔面着地してました。いやー、お家のジャングルジムですね。そうそうそう、家の中なんですね。いやね、もう子供予測できないですからね、ストレスが。何ですか、あの保育士の時のストレスが。あ、でもなんかどちらかというと、もう保育士が嫌で嫌で辞めたっていう、こうマイナスな感じっていうよりは、なんかもう数年前から保育士はずっと好きだったんですけど、うんうん、なんかあの園長先生とか主任に至るまでは働く気はなくて、あの、まあ、なぜかというと、私はどっちかというと現場で子どもたちの担任がしたかったりとか、あ、そこまで関わる仕事がしたかったんですけど、うんうん、主任とか園長先生になればなるほど事務所の人みたいな責任だけ結構重たくなって、うんうん、直接関われない姿見てたら、まあ結婚とかまあね、あのしたら別にパートとかになってもいいのかなっていうふうには思ったんですよ。そうそう、で保育士を超えるほどどうしてもやりたいお仕事があったら転職したいなっていうふうに思ってて、うんうん、で半年ぐらい前から準備をしてるところにポンとお話が来て、でお盆の時にお話が来て、で、あの、もうこのチャンス逃したら二度とこのチャンスつかめないなっていうふうに思ったので、もうお盆明けに園長先生に9月末でやめますって言って、やめました。担任なくなって大変だったですね。でもそのために準備をしてたんですよ。もともと年長さんの一人担任のクラスをそろそろね、あの持ちなさいっていうふうに言われてたんですけど、それなってしまったらもう保育士以外何もできないなと思ってたので、うん、ちょっとあの複数担任の赤ちゃんクラスとかにしてもらって、自分が欠けてもまあなんとかなるようにっていうような準備とかだけは進めてたところにっていう感じでした。うん、でもいきなりそのまずネイリストの学校から行くわけでしょ、やっぱり。あ、それが結構王道なパターンなんですけど、私は結構特殊で、はい、うん、あのもう学校には一切行かずに、いきなり働くの？いきなり働きました。特待生じゃん。だってその保育士の時にネイルの勉強とかもしてたわけじゃないでしょ。はい、一切してないですね。いきなり働くことできるの？お盆にお話が来て、で、9月は、まあ、辞めますって言ってから1ヶ月保育士も、まあ、続けてたので、うん、その期間内1ヶ月間の間にたくさんこう研修みたいなの受けさせてもらって、うん、で、まあ、正式にプロとしてデビューするまでに、まあ、ちょっとテストがあったんですね。あの、ワンカラーって言って一色塗りが一番基礎で、簡単そうに見えるんですけど一番難しいんですよ。ごまかしが効かないので、フォルムといい、色のムラとか、うん、なのでそれが合格できるようになったら正式料金、それまではモデルさんの料金としてたくさん練習しなさいっていう
ことだったんですね。すごいですね。ね、うん、すごいです、はい、すごいです。うん。うんうんうん、だってネイルの専門学校高いですもんね。ネイルの専門学校200万ぐらいする結構します、うん、そう、それを無料ですぐに働けて、もう本当にありがたいんですけど、するのするのかなり高いです、うん、でもそんな特待生なの1年半ぐらいでもうそれもでも半年、合格までに半年かかるって言われてて、うん、でもそこまで私は会社に迷惑かけたくなかったし、うん、ちょっとでも早くデビューしたかったので、うん、もう3ヶ月で絶対デビューするって決めて、で150人ぐらいの方に定価してもらって、うん、あの天川のケア、粒の皮の部分をきれいにするところの練習とか、うん、そのカラーの練習とかたくさんさせてもらって、で3ヶ月でデビューを。早いね。早いね。お気合と根性で。うん、やっぱりさ、いろんな人の手を借りたからね。数多くやれたね。めちゃめちゃありがたかったですね。やっぱ数こなすって大事ですよね。めっちゃ大事です。うん、ね。で、それで、はい、なんで今度また急にガオプラスに行っちゃったの？そうですよね。あ、そのまあ、あの会社自体が。スリーっていう会社が大元にあって、うん、その会社がネイルサロンと松、うん、ネイル松エクサロン、うん、エステサロン、あとパパイヤのを取り扱ってる、まあ、ケンプライフっていうブランドがあるんですけど、まあ、あの、はい、の通販事業、はい、とか、あのいろんなことをやってる会社なんですね。でその中の私はネイルサロン部門に就職してて、でちょうどあの手荒れが始まった時期があって、あ、うん、もう手がガビガビになっちゃって、うんうん、もう起きたら血まみれみたいな感じで、水ぶくれと、もう何ですか、赤、あ、もう血まめと、うん、ともうジンマシンがひどくて、で全部的に絆創膏してたっていう状態だったんですけど、うん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 、でどう、あ、もうやっぱりジェルの、あのアレルギー反応が起きてしまって、あと、まあ、エタノールとか使うので、うんうん、そういう機内で、うん、痒みが出てしまってっていうのがあって、で、それでちょっと続けられないな、どうしようかなっていう時に、ちょうど、ライブ配信事業のお話をいただいて。あ、じゃあ関連してるんだ。はい、関連してます。子会社っていうか、協力会社って、その会社は一緒なんですよ。なるほど、グループ会社みたいな、はい、あ、そうです、そうです、そういうことなんですね、はい、ああ、で武将今の、ね、ハートミーのサインですね。今の TikTok 用のサインですか？はい、今ちょっと同時配信させてもらって、はい、はい、はい、あのハートミーを送ると今みたいなのがしてくるんで、はい、バラなんだろうな。はい、ちょっとラッツさんみたいな面白いことできないんですけど、バラ、はい、それでライバー事務所をやってる会社がグループであるから来ないかって言われたんですか？はい、そうですね、そこでちょっとまあやってみないかっていうふうに、ありがたいことにお声掛けをいただいて、うん、そこから3ヶ月間はネイリストと、あの配信事業と併用して行いました。3ヶ月間併用してました。一番最初ライブ配信事務所でやったことって何からスタートするんですか？マネ、いきなりマネジメントでしょ？だって、あ、そうですね、まあ、やっぱりまずはあのマネージャーって、うちが今100人ぐらい全国に業務委託の方がいらっしゃるんですけど、マネージャーとして、あのこの人お願いしますってつけるってわけではなくって、もう自分でスカウトをして、でその方を育成していくっていうのが一連の流れになるんですね。なので私はまずあのお友達とかにマネージャー始めたんですっていうふうに報告して、スカウトから。そうです、まずはスカウトから。はい、あの先週出た厚志農園さんもね、マネージャー業をやってるっていうふうに聞いてましたけど、はい、はい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 、そうですね、まずはスカウトから始めていきます ね、はい、じゃあ今何人ぐらい抱えてるんですか？いや、でも今100人は超えてますね。一人で？はい、見聞かないじゃん。まあ、あのアプリも様々あるので、いやでも一人一人巻くとかいけないじゃないですか。そうですね、全員はまあやっぱりいけないので、一番大事なのは、まあ目標設定を一緒にしてあげたりとか、ね、そうそう、何か悩みができてきた時にあの一緒に対策を考えたりとか、今日はですね、そのまあガオプラスっていう、まあ、ライブ配信っていうことがそもそも分かんない人もいるし、フリーライバーと
まあ、はい、事務所ライブはどう違うの、うんうんうん、まあ、そういうのもちょっとあの説明とかしていただけるとありがたいなと思う、うん、はい、承知しました、ありがとうございます。そもそもライブ配信とはとかそこら辺からちょっと軽く入ってみて、僕らは分かってるんですけど、僕らは分かんない人もいると思う、軽く、はいはいはい、軽めにそこは、うんうんうん、分かりました、まあ、ライブ配信のお仕事っていうのは要はもう携帯一つでできるお仕事なんですね。でも今の時代にめちゃめちゃこう合ってるものなんですけど、あの基本的にあの、まあ、雑談とか歌とかなんかその人の得意なことを生かしていくっていうものになるんですね。で、あの携帯で、まあ生配信として配信をして、そこで見てるリスナーさんから、まあ、ギフトをいただく、でそれが自分の収入になっていくっていうのが基本的なものなんですけど、私はライブ配信っていうのは本当に自分のやりたいこととか夢とかを叶える、まあ、手段っていうふうに思ってて、うんうん、なので使い方はやっぱりそれぞれ人によっては違うんですけど、もう本当になんかお金もね、初期費用もかかるわけでもなく携帯一つでできるお仕事なので、ちょっとでもやっぱ興味がある方っていうのはなんかぜひね、こうやってみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。あのガープラスの、はい、ちょっとホームページがあると思うんです、スタッフさんちょっと出していただいて、はいはいはい、ちょっとせ見れるかな、説明をちょっとしていただいて、はい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 、あ今映ってるんですかね、これが今映ってますね、はい、ありがとうございます。はい、ガオプラスがですね、今日本一の事務所っていうのをもともと立ち上げ当初から目指している事務所になるんですが、今西日本最大級の事務所になってきてまして、4000名ほどライバーさんが所属今されてます、うん、で、あの取扱いアプリもまあ様々ありまして、うん、まあ、有名どころっていうとね、やっぱり今は TikTok ライブとか、はいはい、かなと思うんですけど、はい、まあ、まず違いっていうのが、まあ、この通りに言ったらいいんですかね、まあ、TikTok とかって結構若い子が見てるんじゃないのかっていうような印象とか受ける方もいるんですけど、そんなことなくって、まあ、平均年齢とかはもう30代とか全然超えてます、うん、で見てる方も動画だけじゃなくって、あのライブ配信っていうのもたくさんこう見られてるんですね、うんうん、で、ちょっともしかしたらちっちゃくてほしいとりあえず画面通りやらなくて大丈夫ですよ、はい、あ本当ですか、まあ、ちょっとあの詳しくはね、あのホームページとかしっかり、まあ、見ていただけたらと思うんですけど、あの TikTok ってあのその配信自体で、あ、貼ってる、収益にもすることもできるし、そこから自分自身のファンをつけて、そこから自分のやってるお仕事とかに、まあ、誘導することとかっていうのもできるんですよね、うん、そう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 、で、そうですね、なので、まあ、未経験の方でも、もともと経験がある方とかでももちろんぴったりなんですけど、そうですね、結構アクティブユーザー多いですね、はい、はい、アクティブユーザー1850人いるんですね、これ結構な数ですね、結構多いと思います、うん、で 1日の平均視聴時間も60分ぐらい結構な見てるんですね、皆さんね、はい、うん、平均利用年齢34歳なんで結構高くないですか、思ってるより高い、いや俺もうちょっと高いかな、俺うちに来てるわけもっと高齢なんでそうなんですね、高齢なんで、はい、うん、80歳とかいますからね、80歳すごいですね、80歳います、うん、あの芸人さんの人でね、すごい、うん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 、なるほどですね、はい、まあ、これからライブ配信してみたい人とかね、はい、まあ TikTok はそのライブ配信もできますが、うんうんうん、まあ、事務所入るメリットと事務所入らないメリットみたいなちょっと話してもらうと、はい、わかりました、ありがとうございます。まず事務所に入っていないと全部自分でまず考えないといけないんですね、企画から、まあ、何かトラブルが起きた時の対処法とか、あの、まあ、あとはイベントとかに出て有名になりたいとか収入得たいと思った時も、そのアプリが主催してるイベントとかに出ることはできると思うんですけど、それ以外の手段ってやっぱないと思うんですよ。ただあの事務所に入るってなると、まず専属としてマネージャーがつきます、うん、これが結構大きいかなと思うんですけど、うんうん、でマネージャーがつくことと、あと事務所内のイベントっていうのをたくさんやってるんですね、うん、なのでちょっとこの後もまたお話できたらと思うんですけど、あの事務所内イベントにたくさん参加して自分の知名度を上げたりとか夢を叶える手段として使える
うん、であとは TikTok ライブであるとおすすめに乗りやすくなります。はい、なので同じように配信してても全然あんまりいろんな人に見てもらえないよりはやっぱりちょっとでも多くの人に見てもらえた方がいいかなと思うんですけど、そういった意味で事務所に入るメリットっていうのがありますね。デメリットみたいなのあるんですか、逆に。デメリット、あ、デメリットですか、まあ、ほとんどないんですけど、まあ、強いて言うならば、事務所が所属が一応2年間の契約になるんですね、うん、はい、なのでその間はどんだけ売れっ子になって他の、ね、事務所からうち来ませんかみたいなスカウトが来たとしても、まあ、そこはあのすいません、あの2年間あのガープラス入ってるんでっていう風に断ってもらう形にはなりますね。そうですね、はい、うんうん、僕もね、まあ、P っていう配信アプリからスタートしたんですけど、はい、一番最初が事務所ライバーだったんですよね。はいはいはい、だからね、その事務所ライバーの良さとそのフリーの良さも両方わかるんですけど、はい、あのね、やっぱり最初から教えてもらうのと、うん、最初からこう手探りなのは全然違うなと思いました。ああ、そうですよね。いやもう最初からこれ手探りじゃ絶対無理だな。うんうんうん。やっぱりそのメーターの見方とかね。はい。まあ盛り上げ方とか、うんうんうん、まあどういうことをこう。コミットメントしてファン作りしてるかとかっていうのはね、最初はさすがに教わんないとねできないあとやっぱ心折れちゃう人は折れちゃいますよね、ちょっと読んでみて、まあまあ、合わなかったとかって言って、そうまあ折れるだろうなと思います、はい、TikTok の場合はさ、めちゃめちゃスカウトメール来るじゃないですか、はい、あー来るでしょうね、どこ入っていいか分かんないです、確かに確かに、多分それで選べない人もたくさんいるんですよ、はい、あーなるほど、うん、でなんか、うん、そういう人はどうしたらいいかっていうのあります？そうですね、まあまずは自分がね納得していろんなとこ聞いてみて入っていくっていうのも大事かと思うんですけど、やっぱり事務所によって強みが違うんですね、うん、でガオプラスっていうのは結構横のつながりとかすごく大事にしててめちゃめちゃアットホームなので、まあ、まずそのライバーとしてのつながりができるので、うん、結構安心かなっていうところもあるんですけど、うん、まあ、マネージャーさんについても全く連絡取れませんみたいな事務所さんとかもよく聞くんですよね。なんでそことかはうちは結構徹底して細かなやり取りをさせてもらうとかっていうのとかもすごく大事にはしてるので、うん、僕ね3回事務所変わってるんですよすごいですね、ズバリ言うと外国の事務所ダメもうこれだけはもうダメです。これだけはダメ。そうですね。はい。で、まあ、まあ日本の事務所が良くて、で担当は日本人だけど会社は外国っていうのもあるんですよ。うーん。これもダメです。これもダメです。うん。はいはい、まあ通訳的に使ってる感じなんですよ。はい。ああ。だからその人が結局向こうのマネージャーに連絡するとかじゃない。だからまあ大谷翔平君の通訳みたいな感じの。うんうんうん、でおすすめなのはやっぱり Zoom とかでね、こうやって Zoom で、うん、いろいろ確認し合ってから入るのがいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、そうですね、だから真剣にこう夢があってなんかやりたいことある人は最初から事務所登録するのがいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、そうですね、うんうんうん、まあ、この後ですね、イベントの宣伝とかは後ほどあります、はいはい、ありがとうございますでこういう人はライバー向きとかこういう人は向いてないとかあります？そうですね、向き不向き、一番はもうコツコツ継続できるかどうかっていうのが結構私は大事かなと思ってて、もちろん配信ってめちゃめちゃ可能性があって、もうバズれば本当に1日で100万超えとかってある世界なんですよね、特に TikTok ライブだと、うんうん、なんですけど、やっぱり途中でやめてしまったらどんだけ才能があってどんだけ素晴らしい人でも世の中にやっぱ知ってもらえないんですよね、
なので、うんうん、あの1日2日でなんかちょっと諦めたりとかするのではなくって、もう長期的な目標とかもしっかり見据えながら、コツ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 、今日も一人今日も一人ってフォロワーさんを増やせるように努力したりとか、どうやったらあの自分のことを知ってもらえるかなとか、どうやったらみんなが楽しめるかなってこう考えながらコツコツできる人、もうこれは絶対伸びます。コツが一番簡単そうで難しいんですよね。そうなんですよ。いや、俺コツコツタイプじゃないからなかなかそのコツコツできる人尊敬なんですよ。でもラティナさんはあのもうなんていうんですかね、もうパーソナリティが素晴らしいので、もうね、挨拶からやっぱ人とこう違うというか。いや、僕は単にあのそのなんかコツコツというよりライブ配信が好きっていうか、はい、あ、でも好きって気持ちも大事ですね。そうですね、なんかこう手軽じゃないですか。はいはい、なんか友達に電話するのって気が引けるんですよ。おお、そうなんですか。なんか今忙しかったら悪いなとか。はいはいはい。ドライブ会社はこっちの都合でみんな買って入ってくるから、それで会話ができるっていうのはね、よくて、はい、まずこの前も入院中もずっとやってたんですけど、そうですね、ずっとされてましたね。もう最高の暇つぶしだなと思ってたんですけど、はい、はいはい、まあ、僕らも動画のこうなんぞセミナーとかやって、やっぱ続く人はコツコツある人ですね。そうですよね。で結果出るのはみんなコツコツしてますね。じゃあ、もうじゃあ向かない人は、あの逆にコツコツできないっていう人ですか。もったいないですよね。あ、そうですね、はい。なんかめちゃくちゃあのなんかこの人やればできるって人がいても、はい、コツコツできないとダメですもんね。そうですね、まあ、あの仕事がどうしても忙しくて毎日はできないって人は、まあ、例えば曜日を決めるとかすればいいと思うんですけど、うんうん、けどやっぱりコツコツとどれだけの思いを持ってやっぱりやるかっていうのもすごく大事かなと思うので。でも僕のイメージだと最初は全然思いなくスタートしたんですけど、はい、あ、そうなんですね。気がついたら取り込まれてたって感じです。まあ、人によってあのやっぱ目的って違うんですよ。ちょっとでも楽しい時間過ごせたらいいなって人はそこがゴールを叶えたらいいと思いますし、1ヶ月に数万でもあったら嬉しいっていう人もいますし、いや私は100万いかないと気が済まないって人とか、あの歌あの収入とかももちろん欲しいけど、なんかこの歌を届けたいとかこの楽器を知ってほしいとか、人によってやっぱゴールは違うので、それぞれもその目標が達成できるようにっていうところをすごくまあ大事には考えてます。ゴール設定は結構大事ですね。はい、大事だと思います。あのフリーでやってる人でよく見かけるのは 4人とか5人入れて雑談してるじゃないですか、はい、はいはいはい、あれはもう完全に井戸端会議だから、その中のメンバーでしかしてないから。そうですね、まあ、そういった逆に向いてないっちゃ向いてない。どうなんですかね、その人の目的にもよりますね。まあ、TikTok の使い方としてはありなんだけどね。はい、事務所入る必要はないって感じですね。どうですかね。まあ、そのコラボしてる目的がなんかお互いのリスナーさんにも自分たちのこと知ってほしいな、だったら、まあ、それはそれでゴールだと思いますし、ただ単にべちゃべちゃ喋ってて誰も人が来てないみたいな感じだったら、あのそれ連れて何のためにやってるのみたいな感じには、まあ、なるようなはなりますけど、大体みんなそうじゃないですか。その人数の人しかいないけど、ね、まあ、4人だと4人、せっかくだったら、まあね、TikTok でいうとバトルっていう機能を使って5分間の中でどっちが多くギフトをもらえるかの勝負とかっていうのもするので、そういうのに最終的には活用するとか、4人だったらいろんな企画ものとかができるので。あ、企画ものってあるんだ。はい、例えばあのおにぎりを誰が一番早く食べてるかみたいな早食い対決とか私もやったことあるんですけど。やったことある。もうアイスとかもキーンってこう頭が痛いみたいな。いや、俺思い出したわ、はい、昔 P の時にヤクルト20本飲んだわ、はい、やばい。ヤクルト20本飲んだら一番高いギフトくれるって言うから、はいはい、頑張って飲んで、はい、飲み終わったら即入ったけどね。体良くないですよ、20本は。良くないですね。昔やってたな。うん、そう。まあでもね、見てる人ってそういうエンタメ性があったらまだ楽しいので、あの一人でしかできない企画もあれば、そうやってみんなと競ってこそ面白い企画とかっていうのも、まあ、取り込んでいけば、うまく使っていけば
面白いものになると思います。もうでも今やれたら俺もう無理だ、はい、もう今そこのもう素人質問していいですか。あどうぞ、はい、あ麻生さん、はい、せっかくなんで質問してください。はい、あの素人目線からあの、はい、事務所とか全然知らない私からすると、はい、あの TikTok のライブを見ていて全然あの、はい特徴も何にも見てても面白くないしって言っちゃいけないんですけど、そういう人たちで、はいはい、あの見てる人が50人とか、はい、すごい、いや100人とかいる人たちがいるんですよ、はい、ああいうのは事務所に入ってる人なんでしょうか。いやなんてこの人も見てんだろうって、まあ、事務所いい質問だね。 ありがとうございます。そうですよね、うん、多分すごく不思議だと思うんですけど、うん、まあ不思議、まあ、一つは、まあ、事務所に入ってるっていうのはもちろん可能性としてうんありますね。で、まあ、もう一つはその人があの結構人間って感情が動いた時になんか気になって見てしまったりとかするんですよね、うん、だからなんか気になるみたいなものがあったりとかすると意外と人が立ち止まって見れたりとかもするのでなんかそういうのも関係してるのかなと思いますね、うん、結構その僕の肌感覚なんだけど確かに浅野さんの言った通りなんですよ、うん、面白いから人がいるとか綺麗だから人がいるわけではなくまあ普通の人でもめっちゃ人を言ってギフト飛んでる人は、はい、あれはね、うん、あのマネジメント能力あとチームビルディング能力なんですよ、うん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 、あじゃあやっぱりあの事務所に入っているだって何でもねあの顔のよろしくない男の人が、はい、こうやってアップでただこうやってそうだよなみたいにただやっててギフト飛んで50人えもう私はもうちょっと気持ちがよろしくないんですぐに調べるんですけれども、はいはい、そこなんであんなにいっぱい人がいるんだろうっていう不思議さ、うん、がずっとあったんですよ一般人としてそうなんかチーム作りって結構大変なんですよ、うん、あじゃあ事務所に入ってるとチームができるんですか。まあ、それは別、入ってなくてもできる人がいるし入ってそれを覚える人もいるし、はい、難しいですね。ただただ素人でやってるだけじゃ、うん、うん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 。でもまあある意味社会の縮図でもあるんだよね。なんかその僕らが営業やってたからルートセールスに近いなっていうのがルートセールス、はい、そう枠回りとかするじゃないですか、はい、うん、ルートセールスもいろいろこう商売なくても顔出したりするじゃないですか、それとなんか結構近いなと思って、うん、でやっぱりこう人の話を聞いてあげるから仕事につながるっていうのもこれも一つだしね、うん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 、なんかもう本当社会の縮図に近い感じです奥が深いですからねライブ配信って奥深いねめちゃめちゃ奥が深いですね、え考えて、うん、どうぞ、うん、えじゃあライブ配信だけで動画を大して上げてない人がどんどん増えてる人もいるんですよね。あれもライブ配信の魅力ですね。フォロワーさんの数がそうですね、はい、うん、まあ、動画で増やすって方法もありますし配信で増やすって方法どちらも有効的でやっぱりあの動画って、まあ、どこでも、まあ、その好きなタイミングでね見返したりとかっていうのができると思うんですけど、まあ、ライブ配信ってやっぱコミュニケーションアプリなのでもう目の前でその場その場の会話がやっぱできるところでファンにはつながりやすかったりもしますし、もう1回の配信で100人以上一気に増えるとかっていうのも全然よくある話なので、あとライブ配信の方がフォロワー数少なくても金額もらうギフト多かったりしますよね。そうですね、これは2000人ぐらいのギフトめっちゃ飛んでる人もいるしね。いますいます。これは不思議なんですよね、ライブ配信のファンと動画のファンって別物だからね。そうですね、別物ですね、すごい、うん、勉強になります。あ、ということでそろそろ音楽の時間なんで、はい、音楽、はい、はい、そうですね、はい、はい、さやさん、うん、なんと曲、はい、今日の曲は、はい、あ、タイトルはそうですね、ミスターチルドレンの終わりなき旅。あ、これはなんでまたこの曲を、はい、これ私実は10年ほどピアノ習ってて、うん、で毎年中学校高校の時は、うん、合唱コンクールの伴奏とかやってたんですよ、うん、はい、でその時にクラスで結構
団結して賞、うん、を取れたっていう思い出の曲にはなるんですけど、賞学校で、うん、あ、そうそうそう、みんなで、あ、それめっちゃ思い出ですね。そうなんですよ、うん、はい、じゃあその曲をね、はい、いつもカメラがあるんですよ、カメラあると思って、はい、タイトルコールお願いします、はいはい、カメラあると思って、はい、はい、タイトルコール、あ、では、はい、ミスターシルドレの終わりなき旅どうぞ、どうぞ。駆け抜けた道を振り返りはしないのさ、ただ未来だけを見せながら雨つめが山みたいにね、削ってさ情熱を灯してはまた光と影を連れて進むんだ、大きな声で声を枯らして愛されたい、誰かと過ごしても寂しさは募るけど、どこかに自分を必要としてる人がいる、憂鬱な恋にお願いだんで愛されたいと泣いていたんだろう、心配ないぜ、時は無情なほどに全てを洗い流してくれ、指ちっちゃいな、指見えてはい、いやめっちゃいい曲でしたね。あ、最高です、ミスチル、心に響きますね。いいですよね、この曲ね、朝から聴きたかった、うん、めっちゃもうなんか学生時代にタイムスリップしましたよ、僕も、はい、ありがとうございます、ね、もう特技ピアノですもんね、うん、そうですね、って書いてあったので、あ、うん、ありがとうございます、思い出の、はい、はい、結構長いことやってたんですか、ピアノは。そうですね、10年ほどやってました。結構だから、でもさ、おさゆさん自体がコツコツタイプなんだよね、はい、あ、そうかもしれないですね、あの、できるまでやるっていうすごい、やっぱ それ10年も習い事一個やるってなかなかありがとうございます、まあ、でも好きだからやっぱりね、できましたしね。でもやっぱ好きなものをやるからコツコツできるんだろうね、はい、あ、そうですね、だから好きを見つけられた人は幸せだよね、確かに、うんうん、僕もひょんなことからライブ配信始めたけど、もともとやりたいなんて一切思ってなかった、はい、私もまさかあのそんな仕事に携わるなんて1ミリも思ってなかった、そうですよね、
はい、何がこう変わるか分かんないんだけど、多分、ね、はい、まあ、真剣にやったから好きになったのかなっていう気がするけどね。うん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 、そうですね、まあ、たまたまその最初から事務所入っちゃったもんだから真剣にやったっていうだけでまあそれもね、一個のきっかけというか、そうですね、タイミングでね、フリーでやってたら多分ここまでのめり込まなかったと思う、うん、まあね、あの事務所の後押しとかもあったからね、うん、ということで、ね、じゃあ、うん、はい、え、事務所って大事なんですねっていう。事務所はでも活用する側の意識の問題もあるよね。あ、そうですね、うん、うちもたくさんいろんなイベントをやってて、あの自社のイベントでパリコレ歩けますとか、うん、あの一番人気の音楽フェスとのコラボで、あのステージに登壇ができますとか、広島の路面電車の広告に乗れますとか、はい、そんなイベントを自社内でやったんですけど、うんうん、これ浅野さんね、うんうん、あ、そうそうね、これは普通はね、あの配信事務所が企画するものなんですよ、うんうんうん、その全配信事務所が企画する、まあ、TikTok が企画するものが普通なんですけど、うんうん、事務所の企画なんです。そうです、すごい、そこがすごい、事務所の力がないとこの企画できないんですよ結構すごいことやってるんですよね、すごい、うんうん、ほら、そうそう、友近さん、え、あれ友近さん、あ、そうです、そうですはい、すごい、今配信してるんですけど、うん、一緒にその配信の画面にこうやって映ってくれて、うん、バックヤードで撮影をしたりとか、うん、ステージにも登壇したりとかってことをやりました。同じ事務所でもその小さい事務所は小さい事務所の良さあるんですけど、はい、大きい事務所は大きい事務所の良さがあるんですよ、うん、だから小さいから良くない、大きいからいいってわけじゃないの、これが難しいですね、選ぶの。だ 極論は僕が言う、いつも言うのは、極論は担当次第、うんうん、担当次第、もう担当次第で同じ事務所で全然違うんで、はい、それだけは。でも学校でもそうじゃないですか、いい学校入ったけど、うんうん、担任の先生が良くなかったら、じゃあそれはいい学校のメリットを受け入れてるのって、そうでもないと思う、うんうん、ね、会社もそうじゃない、いい会社入ったけど上長が最悪だったとか、うん、ああ。今上手い例えしたと思うね、俺。すごい分かりやすい。いつも例え分かりやすいですもんね。ありがとうございます。ということで、そのね、ガープラスの、うん、まあ、そういうイベントが今回あります。はい、そのちょっと PR してもらっていいですか。はい、はい、はい、ありがとうございます。次の目玉のイベントっていうのが、4月3日。はい。あ、こちらでです、うん。ありがとうございます。はい、4月3日に神戸で行われるイベントになるんですけれども、こちらがもともとファッションショーがメインで企画されてるところなんですけど、でその中で、まあ、いろんなね、ブースとかも出展される中で、ショーの最後の、まあ、鳥みたいなところでガオプラスがなんとステージにライバーさんがね登壇されるんですけど、このライバーさんっていうのが全員すごくって、全員1ヶ月で100万超えてるミリオンライバーさん、この方々がいつも画面で見てると思うんですけど、実際にステージに4人登壇されて、目の前でガチバトルっていうバトルをやりますこれすごいですよ、ミリオンライバーだからね、ミリオンライバーで1ヶ月100万だからね、年収1200万ですから、へ、すごい、ミリオンライバー、ランキング上位の方ですよね。そうですね、この方々が2チームに2人ずつで分かれて、はい、なかなか生でライブ配信見れないです、バトル見れないです、見れないですよ、見れないです。だけど一回、はい、ショウさんと生バトルしましたけど、ね、いや、やってましたよねそうなんですか、あれは良かった、はい、はい、やりました、やりました、はい、すごいですよね、うん、なんで大きな画面とかに、まあ、やっぱギフトとかこう投げたりすると自分の名前もね呼んでもらえたりとかするので、リスナーさんにとってもすごく面白いんじゃないかなって思いますし、まあ、初めて見る方にとってもすごく刺激的というか、うん、面白いものになってると思うので、このね4人がこうやってこういうステージに集結する機会ってなかなかないので、もうぜひ、ね、ちなみに名前、ライバーさんの名前言っても大丈夫ですか。あ、いいですか、はい、あつみちゃんっていう方と、あつみちゃん、まあ、はーちゃん、はい、はーちゃんさん、はーちゃん、はい、はい、そしてのぶさん、のぶさん、はい、であとなっちゃんですね、はい、こちらの4名が出演されます。この4名かな、はい、この写真載ってる、はい、あ、この方、はい、すごいですよ、はい、
いつですか？こちらがですね、4月3日ですね。4月3日。はい。で、バトル自体は、はい、14時10分頃。はい。これはライブ配信でも見れるの？あ、はい、そうですね。中継します。それぞれ皆さん、まあ、バトルもつけるんですけど。なるほど。はい。ちょっといいですか？はい。今、TikTok の方のコメントね、サックスの西井さんがいいこと書いてあるんで、読んでもらっていいですか？はい。はい、先生の例え、すごいわかりやすい。やだ、もう嬉しい。すいません、それだけです。私もいつ読み上げようかなって。なかなか。いや、めちゃめちゃわかりやすいですからね、本当に。そうなんですよ、はい。そうなんですよ、はいって変ですけど。じゃあね、そのまあ4月3日ライブでも、はい、TikTok ライブでも見れる。まあ現場で、はい、現場でもこうなんかチケット買って購入することもできるんですね。はい、そうですね。事前のチケットが、ね、はい、ちょっとお安くね、1100円で買えて、うん、当日券も1500円で購入ができます。意外と安いね。そうです。しかもあのパックとワンドリンクついてくるので、うん、結構お安いです。はい。安いじゃん。すごいね。もう近くに住んでいる方は、もう男性女性問わず、ぜひぜひ楽しめるブースになってて、お子様連れでも大丈夫になってねみたいなので。そうなんですね。はい。あ、もう西日本だからね、東京でイベントあんまりないんですよ。大体広島とか神戸ですね。そうですね、まあ、今回はちょっとね、神戸のイベントと一緒にさせてもらうんですが、うんうん、はい、うんうんうん、そういう企画をね、こういう大きな企画を、この前もライブ、どっかのライブかなんかの、はい、あとね、壇上にあげてとかやってましたよね、うんうんうん、そうですね、今年もね、結構面白い企画を今後とももうやっていくと思うので、もうライバーさんもマネージャーさんもガープラスっていうのはもうなんていうんですかね、あの楽しんでいただけるような内容をたくさん用意してますので、あのマネライバーさんも募集してるんですか、マネージャーさんも募集してます？そうですね、どちらも募集してます。はい。ただやっぱりマネージャーってなるとちょっと審査というか面談っていうのもきちんとさせてもらって、うん、あの採用はさせてもらってますね、まあ、マネージャー、まあ、ライバーさんも面談っていうのはね一応させてもらってはいるんですが、もうすげえ大変だなっていうの分かるんで全部あのおさゆさんに紹介してますけどいつもありがとうございます。もうそれは大変なのよく分かってて、まあでもあのやりたい人、はい、まあ、ライブ配信経験者で、まあ、はい、なんとなくライブ配信分かってる人はマネージャー、うんうん、もう私はライブ配信一段落したわって人がマネージャーやると一番いいかなと思って、うん、そうですね、ご自身の経験をね、あのしっかり生かしていただけると思いますので、はい、だから皆さんね、ちょっと、ちょっと自分もライブ事務所入れますかみたいな人も相談を持ってくれますんで、はい、はい、うん、はい、どうやってコンタクトは今 TikTok で検索してるんですけど、お名前は何てやれば出るんですか？あ、そうですね、 TikTok はおさゆの大暴走でやってます。はい、皆さん、はい、おさゆの大暴走、はい、はい、おさゆの大暴走でやっております。検索、はい、あとはですね、トリゴラズイミの方に、ゆですね、トリゴラズイミの方にね、問い合わせいただければ私の方からおつなぎしますんで、はい、はい、また私のあの枠に来ていただいて、はい、紹介してくださいって言ったらもう自動的に紹介することになります。はい、僕もライバー事務所も入りたいです、はい、私も入りたいですって人はもう自動的にいつも紹介してますんで、あ、ゆかりんバラが来た、うん、やっと行けた、みんなが見てる、やっと行けました、コマド入れるんですよ、これ、はい、コマド申請してみた、いや、もう終わるから、最後の最後にコマド申請、コロバックしました、コマド申請って、コマド申請、私やり方知らない。あら、そうなんですね。いろいろ教えてもすぐ忘れちゃうんで。あ、やったリクエスト、うん、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、最後の2分で、はい、ぜひね、まあ、気軽にね、はい、私なんかどうせ採用されないわって思ってる人でも意外と採用されるんで、事務所入ってからしっかり勉強会もやるんですよ、ここは、はい、そっちが他と一番違うところなんで、うんうん、勉強会をちゃんと、まあ、受けただけじゃなくて実践してね、そういえば、ね、ちゃんとしたライブ配信、ライバーさんにもなれる可能性ありますので、はい、皆さんね、気軽にね、問い合わせしてみてください。そうですね、はい、初心者未経験の方も経験ありの方でも、はい、ね、僕と肌感覚だとライバーさんはね、なんと意外と
世の中から弾かれた人が向いてるこの中間層はあんまり向いてないんだね。みんなと一緒、みんな大体同じぐらいの人、はいはい、すげえ優秀かすげえダメなやつすげえ ダメなやつはあのやった方がいいと思う、うん、もうぜひ個性を生かしていただいて、あの結構ね出所した人とかやってますもんねいろんな方がいらっしゃいますからね。そうそう、いろんな方が最近そう体に模様のある人がいっぱいライブ配信してるんですけど、そうそうそう、あれ大丈夫なんですか。うん、そうですね、ですいや大丈夫です、結構います、います。います、います。そういう人もでも、あの、救いの手なんですよ。うん。いろんな人が救われてると思います。うんうんうん、あの、障害者の方とかもね、やってますもんね。うんうん、で、普通の人より全然人多いですもんね。うん、あ、めちゃめちゃ多いですね、閲覧数。めちゃめちゃ、だから、うんうん、みんなに可能性がある。はい。スマホ1個でできるんで。うん。はい、素晴らしいとこです。はい。うん、ということで、すごいいい話で終わりました。今時間的には大丈夫、なんかサインが出て、ちょっと音楽聞こえてないんで、ね、もう終わりですね。もう終わりですよね。はいはい、ね、サインが全然見えないんだよ。ということで今日のゲストは、はい、ガオプラスの、マネージャー、これライバー事務所さんですね。ガオプラスのマネージャーの、はい、おさえさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ラティーノヒート。チカ、トゥキエレプロアラオ